そこまでです、ミブロの峰さん。お前は？申し遅れました。私、英国で貿易商を営んでおります、トマス・グラバーと申します。トーマス・グラバーだと。じゃあお前が武士と組んで薩長へ武器を流していた武器商人なのか？ほう、よくご存知で。武市先生には贔屓にしていただいております。いや、坂本龍馬先生でしたかな。さて、こうして皆様の前へ伺ったのは、武市先生のお仕事を円滑に進めるため、私も人肌脱ごうかと思いまして。つまりあなた方にここで死んでいただくということです。我が国自慢の最新兵器でね、いまだに鉄の棒を振り回してる野蛮なあなた方にはもったいないくらいですが。ふん。覚悟はいいですか？やれ！Oh!
バカな。こんなもんか。まだまだ食い足りんで。トーマス・グラマーちゃん。調子に乗り寄って。これならどうだ。これはまさか生身の人間二人にここまでの兵力を投入することになるとはな。だがこれでおしまいだ。ちっええやないか。受けて立つで。起きた。はじめちゃん、しゃあないから竹千はあんたに譲ったるわ。その代わり、このおもろそうなおもちゃはわしがいただくで。一人で戦おうというのか。この兵器、この人数を相手に。はよ行けや。あんたにはつけなあかんけじめがある。せやろ。兄さん、それやっぱ恥ずかしいわ。行け、はじめちゃん。頼んだ。さあ来いや。今宵の菊一文字はよう切れるで。来たか、龍馬。竹千、ここを覚えてるか。おやっさんが死んだ場所だ。忘れるわけがない。この一年で土佐は変わった。だがここだけはあの日のままだ。俺がそうさせた。あの日おやっさんはな、俺ではなく龍馬、お前に土佐勤王党を託すつもりだったんだ。何？気づいてなかったか。お前はそういうやつだ。昔っから人のために自分を投げ出してしまうくせに、手前のことになるとさっぱりだ。俺はお前のそういう甘さが許せなかった。そんなお前に土佐を託そうとしたおやっさんもな。お前は勤王党の名手でいたいがためにおやっさんを殺したっていうのか。前にも言ったはずだ。一回の合子が土佐を、ましてこの国を変えようと本気で思うなら、手段などこだわってはいられない。革命には血が必要なんだよ。お前やおやっさんのような甘いやり方じゃ世の中は変わらないんだ。だがおやっさんの考えは変わらなかった。だから俺は
おやすさんの意志を引き継ぐためにおやすさんを殺したんだ。意志を継ぐために殺すだと、そんなバカな話があるか。おやすさんの意志は土佐を変えろってことだ。だがおやすさんはその手段にこだわりすぎた。血を流さない方法にな。だからおやすさんの意志を邪魔しているのは他ならぬおやすさんの存在そのものだったんだよ。おやすさんの目的を果たすために育てられてきた俺がその障害を排除するのは当然のことだろう。武市、お前こんなこと言ってもお前に理解されないのは分かってる。お前はおやすさんによく似てるからな。芹沢カムにおやすさんの暗殺を依頼した時から俺はお前の名、坂本龍馬の名を語るようになった。なぜだか分かるが、俺とお前どっちが正しいのか、ケリをつけるためさ。俺は俺の信念を貫き、死で世界を変える道を行く。新選組にいればいずれもう一人の龍馬の噂は耳に入るだろう。お前なら何もしないわけはない。坂本龍馬の名はお前への挑戦状だったんだ。挑戦状だと。坂本龍馬という人間は歴史を血で塗り替えた男として語り継がれるか、それとも吉田東洋と同じ道を歩んだ男として語り継がれるか。俺とお前のこの一年はその決着をつけるための時間だったということだ。どちらにせよ坂本龍馬は歴史を変えた男として名を刻む。おやすさんの意志を継いだことに変わりはないと思わないか。バカなことを言ってんじゃねえ。そんな勝負にどんな意味があるって言うんだ。俺にとっちゃそれが何よりも重要だったんだ。そのためならどんな手も使った。お前の動きは逐一報告させたよ、新選組の山崎、それに宿屋の女を使ってな。お龍のことか。全てうまくいっていた。お前が薩長の中を取り持ったこともうまく利用してこの国に倒幕戦争を引き起こす寸前まで持っていくこともできた。だが大政奉還まで成し遂げちまうとはな。あれには俺も奥の手を使わざるを得なかった。それで京へ日を。ああ。だがそれすらお前は乗り越えやがった。まさか本気の伊蔵すら倒すとはな。愛する女の裏切りさえ受け入れた。どこまで行っても変わんねえよ。お前は。だからお前をここへ呼び出したのさ。俺とお前、誰にも邪魔されず最後の決着をつけるためにな。それで初めて俺は俺の正しさを証明できる。兄弟。兄弟か、懐かしい響きだ。その言葉を聞くと心の底から熱いものが込み上げてくる。だがもう戻ることなどできない。坂本龍馬として生きた男は
二人いらない。どうしてだろうな。今日はやけに兄弟が生き生きとして見えるぜ。ああ、俺にもわからねえ。お前とまた戦えると思うだけで心が躍る。待ってる間に若返っちまったようだ。後悔はなしだぜ、兄弟。忘れちまったな、後悔なんて言葉。来い、ヨア、行くぞ、タケチ。Yeah!
降ったな。くそ。タケチ・ハンペーター、覚悟！龍馬だが、キレ龍馬、俺を切って坂本龍馬という名を取り戻すんだ。あんた言ったじゃないか、坂本龍馬は大宮で死んだと。だがあれはどっちが正しいかなんて俺はどうでもいい。それより俺にとってはおやっさんや兄弟が大切なんだ。兄弟の言う通りさ、俺はどこまで行っても自分の手が届く世界しか守れねえ。その程度の器の男だ。その言葉を聞いてよく分かった。むしろ俺の方が時代を変えられるような器じゃないってことかな。俺は力でこの国を変えようとした。だが序列や階級を打ち破ろうとしていた俺がいつの間にか序列と階級を利用し始めていた。そうなったら最後もっと大きな権力に使われる立場になってしまった。今となっちゃおやっさんの気持ちが痛いほどわかる。おやっさんの気持ち。ああ、時代を変えるには非常さよりももっと大事なもんがあったってことだ。大事なもん。愛さ、どんな苦しみがあろうと愛を最後まで捨てなかった人間だけが世界を変える。一年前土佐を抜けるとき、お前は無条件に俺を守るという道を選んだ。非情な道を選んだはずの俺の心は揺れた。お前の愛の前では知恵や策略は通用しない。そう悟った。あの時すでに俺は負けていたんだ。そのことに気づくのが遅すぎたかな。あんたにだって愛はあるさ。カツラに、もしもの時は俺のことを頼むって言ってくれてたんだろう。ずっとあんたは俺を守ってくれていた。ガキの頃からずっと。それがあんたの愛なんじゃないのか、兄弟。龍馬、
兄弟も俺も一度死んだ。竹地半平太は土佐で、坂本龍馬は大宮で死んだんだ。一度死んだ人間同士、もうこれ以上血を流す必要はねえ。憎しみ合う必要もないんだ。だから俺は、あんたを許す。あんたは俺の兄弟なんだ、竹地半平太。夜が明けるな。ああ兄弟、さあ行くとするか。てめえのケツぐらいてめえで拭かなきゃ死んだおやっさんに顔向けできねえからな。何をする気だ。土佐をぶっ壊すんだよ、この巨大な武器とかした土佐を。山内陽殿の手に渡す前にな。どういうことなんだ。俺はお前が新選組に入った頃から陽殿に使われるようになっていた。あの男は俺や幕府の勝倫太郎を使い、イギリスから武器や兵器弾薬を仕入れさせていたんだ。全てはある計画のためにな。この国に大戦争を起こすためか。いや違うんだ。山内陽道はこの国を、兄弟、これだから合子上がりは信用できんのだ。よっと竹地よ、お前が裏切ることなど花から想定内のことだ。お前の考えを見破れんようではこの国の全員を騙すことなどできないからな。騙すだと？お前があの坂本龍馬か。いやなかなかいい活躍だったぞ。大政奉還、あれは想定外のことだったが結果的には非常に助かった。この国を傷物にしないで済んだのだからな。何を言ってる。あいつこの国を丸ごと売るつもりなんだ。イギリスに。何だと。言葉が汚いぞ竹地。教えただろう、売るのではない、イギリスの一部になるだけだ。国としての体は守ったままでな。同じことだ。あんたが狙ってるのは国王、帝になって変わる、そういうことだろう。今後この国ではわし以外の万民は平等にクズとなる。つまりお前らの言う階級社会を壊してやろうというのだ。貴様ふざけるな。近くイギリス艦隊をこの土佐に招き入れる手はずだ。成立したての今日の新政権になすすべはない。日本はイギリスの植民地となろう。イギリス人というのは実に合理的でな。
自分たちの利権を最大限引き出せる日本人を密かに探していた。強い権力を持ちながら国を売ることをも厭わない人間を。それがこのわしだ。どうした、お前もわしにひざまずくか。今土下座して来えば命は助けてやろう。増票の一人ぐらいにはしてやるぞ。いやか、ならばこのわし自ら死を与えてやろう。おい、何してるんだよお前、やめろ。リョーマ、化け物が、お嬢際が悪いぞ。愛のため戦った男たちの生き様だ。誰だ貴様。安心しろ、一人で行けとは言わない。私たちも地獄までお供しよう。助けてくれ。君にはこの土佐、いや四国全土を与えよう。だから見逃してくれ龍馬。わしの話はよく聞くんだ。坂本龍馬。誰だそれは。そんな名前の男知らねえな。やめろ。わしを殺せばこの国はどうなる。鎖国で弱り切った世間知らずの日本を救えるのはわしだけだ。誰がてめえにこの国のケツ拭いてくれって頼んだ。この国の道を決めんのはお前でも俺でもねえ。ここにいる誰でもな。話にならない。何悠長なことを言っているんだ。今目の前にイギリスの艦隊が迫っているんだぞ。奴らとまともに戦って勝てるとでも思っているのか。さあな。そんなことは知ったこっちゃねえ。バカか。わしはお前ら豪士のようなその日暮らしの連中とは違うのだ。この国が生き残る道を誰よりも考えている。お前らはわしに従えばいいのだ。そうだろう。言いたいことはそれだけか。イギリスの艦隊がどうした。そんなんで日本は滅びる国じゃねえ。お前は分かっちゃいない。負けるのは目に見えているんだぞ。いや、たとえ今負けたとしても
日本は何度でも立ち上がるさ。まだ見ぬ兄弟たちによってな。なんだと？俺らは兄弟たちに伝えなきゃならないんだ。この国に生きる者にとって本当に必要なもん、この国にはまだ多くの血が流れるだろう。しかし土佐を出て兄弟行き、初めて分かった。近藤や桂に最後、それに竹地の兄弟皆、流れた血の先に何があるのかを知っている。何を言っている？人間ってのは間違う、間違ってばかりだ。でもな、それでも俺らは進まなきゃならねえんだよ。この国の夜明けを信じてな。進むことをやめちまったら、託すべき未来もなくなっちまう。俺らの仕事は生きていける世の中を作ることじゃねえ、生きていてよかったと思える国を作ることなんじゃねえのか。よせ。この国の未来は今はまだ顔も見たこともねえ、声を聞いたこともねえ兄弟たちがきっと作ってくれる。一緒にあの世で日本の夜明けを見ようじゃねえか、陽道さん。やめるんだ陽馬。日本の兄弟たちよ、また会いたじゃ。Thank you.
changed its course for those who trust with heart and soul. Glory like the sun fell down and made us whole. Oh. Yeah. ご隠居されてから1年。優雅なものですな。あなたが内国事務総裁を辞任されてからというもの、こっちは政府の仕事を山ほど押し付けられて、てんやわんやでね。なかなか挨拶に伺いませんでした。あの坂本龍馬が果てた後、あなたは軍事都市と化していた土佐の暴走を食い止め、日本の新しい国づくりを陰で支えてくれた。あなたは坂本龍馬と並ぶ明治維新の功労者です。山内陽道先生そうでした。もうその名を語る必要もないんでしたよね。私も新堀に桂、木戸と名前をコロコロ変えてきましたけど、あなたほど他人の人生を生きた人はいないでしょう。名を変え、立場を変え、
いくら他人の人生を生きようと、酒の趣味だけは変わらないもんなんですね。竹地さん。ちくしょう。あら先生、また失敗どすか。いつになったら書き終わることやら。そんなこと言ったってしゃあないだろ。二人分の人生を一つにまとめてんだ。うまくきれいにつなげるっつ方が難しいや。あら、またやつあたりどすか。坂本藩の話を書きたいから寺田屋の部屋をタダで貸せ言わはったのはどこの誰だったか。まぶしいな。開けないでくれよ、集中できねえ。綺麗な日本晴れやね。今頃阿蘇も晴れとるんやろか。ああ、そういや言ってんだっけか、あいつらが。ええ、結婚できひん代わりに思い出だけは作りに行こうってな。きっとあの二人にはこの空が誰よりも綺麗に見えるんやろね。大丈夫か。綺麗やね。からうちらどれだけ一緒の景色見られるんやろ。ずっとさ、もう日本の夜は明けたんだ。